はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さん、お元気ですか。今日はババーン、そうです、オーダー企画検品の巻でございますが、今日はね、大型企画でございます。ウィルソンデュアル公式内野手用 DL 型、まあ、カルロス・コレアさんが原型 11.7475、11と4分の3ですねのサイズになりますが、なんとカラーが素敵。じゃあ行きましょうか。どうぞ。はい、じゃあ指図書の内容に従って、今日もスタートしていきたいと思いますね。はい、整いましたね。何が大型企画かというと、まあ、今までね、ダーさんの、イメージ写真とかグラフね、それから私も作ったことありますけれども、コンセプトカスタム、コンセプトカスタム、映画とかアニメとかキャラクターとかマシンとかにこうインスパイアされたね、そういったグラブを作ろうということで、今回はミスターポストマンさん、こういうことでございます。そうなんです、ガンダムのイメージ、そらもうすごいぞこれ。はっはー、ちょ、このカラーまさしくガンダム。またこれコレアさんに合ってますね、このねイメージはね、不思議ですけれども、まあ、なぜ、ね、あのポストマンさんがこれを思いついたかというと、あの以前動画で紹介しました、あーローリングスでしたが、中川さんの赤いグラブ、あのオーダーを動画で見たときに、あ、赤い彗星だ、勝手にそう思ったみたいなんですけど、じゃあ赤い彗星があるならガンダムがいるだろうということで、今回のご発注に至りました。すごいですね、かっこいいですね。ね、あ、だからね、パン、ね、パンパパパパーン、つっちゃーんつっちゃーんってちょっと歌下手ですけど、そういうことになるわけですね。はい、じゃあ早速です、本題いきます。順番に指図書の内容に従ってチェックしていきます。基本モデルは DL 型、コレアさんがベースですね。11と4分の3インチの内野手用でございます。右投げ公式用でございますね。オプションが3000円ですので、66,000円税抜きでございます。じゃあ具体的にカラーを、背面が複雑ですね。贅沢にあしらったこのホワイトのスーパースキン、チェックしていきます。スーパースキンホワイトを使っているのは2番、それから5、6、7、8、9で飛んで、11、12ですね。はい、で残り1番、3番、4番、それからここが10番ですね。それから13、14番がプロストックのブルー、これも綺麗なブルーね、シェルバッグそんな感じですけど、シェルパームの方はブルーが貴重でございます。これあれかな、ちゃんと前後ろとか考えてやってるのかな、ね、すごいね、ブルーが貴重でございますね。で、レースカラーはこれライムでございます。で、ヘリがレッドで、ハミが玉ハミライムで、指掛けはピンキーサムのループはレッドですね。はい、で、ウェーブはっていうと、これはねシングルポスト、モディファイシングルポスト TV 型プロストックのレッド、これは効いてますね、素晴らしい配色だな。
すごいね、うん、でヒールは横閉じダブル日本仕様でございます。順閉じでやっておりますね、ラベルはロイヤルブルーを基調とした WP の8ね。ここまでがレザーカラーね。どうでしたでしょうか、うん、で、一番ポイントになるのがここね、すごいこだわって、入れたんですけど RX-78-2。 私も世代ですからガンダムの型番が RX-78 というのは知っておりましたけれども2は知りませんでした。我々がテレビで見てたあのアムロさんが乗ってる機体は RX-78 の2番だそうです。これが正式らしいです。深いですよね。これはあれですよ、ウィルソンの窓口になってる担当者の方が2番がいるんじゃないですかって言って、っつって、でご本人確認したところ、うん、2番入れようかってことになりましてね、大事なところらしいです。素晴らしいですね。はい、ということで、完成したのがコンセプトカスタムグラフガンダム仕様でございますね。赤い彗星のシャアのモデルと比べるとどうでしょうかね。面白い、興味深いですね。はい、どうでしたか。この企画、大型企画でございます。公式で作っちゃうっていうね。最高級プロストックレザーとスーパースキンの組み合わせでガンダム仕様でございます。世代の方にはビビッとくるんじゃないですか。それでは皆さん、さようなら。